タクシン大学は1968年に設立された太陽国南部の国立大学である。二つのキャンパスに12の学部と15の研究機関で構成されている。メインキャンパスはソンクラー県の県庁所在地、ソンクラー市街にある。タクシンの名前はタイ語で南部を意味しており、タイ南部を代表する大学として地域に根ざした学術活動と教育サービスを行っている。 サンスクリット語で南のを意味するタクシンにちなんで名付けられたタクシン大学は太陽国における国立大学であるタクシン大学は自治運営されるグローバル機関としての位置づけで1996年9月1日太陽国議会においてタクシン大学法が可決政府予算の執行を受けて設置が決定した1954年に設置された プラナコ温軒高等師範養成学校を母体に、1968年10月1日、ソンクラー教育大学が、現在のソンクラーキャンパスの場所に設立された。この1968年10月1日は、タクシン大学の設立記念日となっている。1974年シーナカリンウィロート大学、ソンクラーキャンパスに改称。 1989年にパッタルンキャンパスの造成開始。1990年5月29日タイ政府はパッタルンキャンパスの開校を承認。1996年11月1日タクシン大学法によりタクシン大学に改消し教に至る。東南アジアの中心的な国であるタイの発展は目覚ましく。 日本の製造業やサービス業の進出が多く進み、機体の文化的な交流がますます盛んになるなど、優位な人材が強く求められているが、台南部には日本語選考が2つしかなくその、重要性は高まるばかりである。本選考では、地域の中、高校の語学キャンプやコンクールを開催。また、 学生の日本留学や在イ日本企業や日本でのインターンシップなどを積極的に行い、高度な日本語能力の人材育成に力を入れている。拓新大学は国際交流基金の桜ネットワークメンバーとして、地域の日本語教育の中核的な貢献を期待されている。ソンクラーキャンパス正門からの風景、ソンクラーキャンパスは大きく二つに分かれている。 メインキャンパスは、ソンクラーに0.22平方キロの土地を有する。もう一つは、ソンクラー湖に浮かぶ島、雇用で、エスツ及び、タクシン民族博物館がある。パッタルンキャンパスも二つに分かれている。学術機能を持つメインキャンパスは、5.67平方キロの広大な土地を有する。もう一つも2.243平方キロの広大な土地に、 地域の H カレッジが設置されている。タイの首都バンコクにはタクシン大学開発管理カレッジがある。タクシン大学インターナショナル博士プログラムは普遍的かつ国際的なエリートの養成を目指すものである。他のプログラムとは異なり、個々の学生及び特定のニーズを改善することを課題とし、コースワーク要件はない。すべては英語で実施され、 持続可能な開発のレンズを通して、スタイルが設定されたこのプログラムは、経済、ビジネス、法律、農業、エンジニアリング、コミュニティ開発、マーケティング、政治、健康、芸術、教育、歴史、地理、建築など、人文科学のほとんどの分野にわたって、世界中の挑戦者を受け入れる。学生は、国内外の指導者により、厚く指導を受け、 高ランクの国際的な大学から招聘される、国際的な専門家によって審査される。学タクシン大学のエンブレムの上にある王冠は、ラーマ旧世陛下の王座大冠50周年を記念し、3つの本は、知性、道徳、発達を表している。学校の花、タクシン大学の花は、インドラ教の庭に咲く花と考えられている、パリチャートである。 トングランとしても知られるパリチャートは2月中旬に目が出始め学年末にあたる月末までに満開になる。大学の色、灰色は脳の色を表し思考を意味する。青は海と空の色で広大な広がりを表す。二つの色が合わさることにより広くビジョンを持ち考えることを象徴している。タクシンはタイ語で南部を意味しており、 太陽国第31代首相であり、実業家として知られるタクシンチナワットと関係はない。ありがとうございます。